アンナ・カタジナ、コンスタンツィア・バザワ、プファルツノイブルク公使フィリップ・ヴィルヘルムの最初の日。ポーランド王、リトアニア大公、ジグムント3世と、その2番目の妻で神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の妹であるコンスタンツェの末娘。ポーランド議会は1633年、アンナの花嫁持参金として、ブロドニツァ・ゴービエトゥホラの3軍を用意した。1637年、アンナと母方の従弟にあたるオーストリア・チロル大公、フェルディナント・カールの縁談が持ち上がり、1639年と1641年の間二人は婚約していた。しかしフェルディナント・カールの側がアンナの持参金の少なさに難色を示し、結局この結婚は実現しなかった。1642年6月8日、アンナはプファルツノイブルクの世継ぎ公使、フィリップ・ヴィルヘルムと結婚した。アンナは1645年に男児を出産したが、息子は誕生してすぐに死んだ。アンナはこれ以後子供を授からず、1651年に亡くなってデュッセルドルフのイエズス会の教会に埋葬された。ありがとうございます。